どうも、キスケです。今回は、スーパーベビー2が実装確定ということで、早速見ていきましょう。動画ね。はい。ちょっと待ってくださいよ。殺してやる。もう二度と復活できないようにな。やった！わあ！消してやる。飛べ！食らえ！とどめだ。リベンジデスボーン。このベビー様が負けるとでも思ったか。はい、ということで、スーパーベビー2参戦ということで、ちょっと見ていきましょうか。ずーん すげえ雑なキャプチャーで申し訳ないとは思ってるんやけど、まあ見れるからいいよね。ちょっと待ってね。こうかな。はい、オッケー。これでいいでしょう。スーパーベビー2参戦決定。自身の能力低下の発生を無効化し、控えに戻る際は GT または再生のキャラクターに体力回復とユダメージアップを付与すると。メインアビリティで、味方の体力非回復量が上がるので GT パーティーの援護役として活躍できるということなんですけど、スーパービビーって再生なの？ スーパービビー再生要素あったっけ？ちょっと覚えてないな。男前すぎひん、ベビー。ねえ。まあ、こっからちょっと動画をね、垂れ流していくんですけど。男前すぎるよね。よし。でね、これ特殊アーツでしょうね。特殊アーツがどういう感じなのか全然わかんないんですけど、バリアとかそっち系ではないよな。普通に吹っ飛ばす系か、これ。吹っ飛ばす系やね。だから、メタルクーラー的な感じなのかな？けどさ、密着してない状態で吹き飛ばせるのであれば結構強いっすよね。で、この必殺アーツも多分、そこら辺の必殺アーツには打ち負けない性能をしてるよっていうのを見せたかったのかな。そういう感じかな。てか、相手の GT 悟空も、ちょっと怪しいんですよ。ほら、特殊アーツ違うでしょ、これ。今既存である GT 悟空の赤色あるでしょ。あれ、特殊アーツこんなんじゃないんですよ。だから、まあ、新キャラもしくは、新しいエクストリームとして実装されてるのかなっていう感じではありますよね。今まで通りのあれじゃないですもんね。かっこいいね。僕、ベビー結構その火力で戦っていくんかなと思ったけど、意外と援護タイプっていう。GT パーティーの援護役として活躍できるっていうことなんですけど、まあ、GT パーティーがやっぱりスーパーサイジン4とか実装されるので、まあ、相当パワーアップはするでしょうけど、スーパーサイジン4と4の、悟空とベジータの Z アビリティによるんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。その Z アビリティが GT に対してバフを与えてくれるような、Z アビリティを持っているのであれば、まあ、スーパーサイジン4を揃えて、ベビーもゲットしたら、GT パーティーとして戦えるとは思うんですけど、Z アビリティの恩恵がね、今のところ、ほぼないに等しいので、全然 GT パーティー満足して組めるような状態じゃないのでね。まあ、楽しみではありますよね。個人的にはもっとガンガン火力系で押し切っていくのかなって思ったんやけど、多分スーパーサイジン4がもう火力特化で、まあベビーであと1体ぐらい出るんちゃうかなって思ってて、ベジータのファイナルフラッシュを食らってるキャラクターがウーブなんじゃないかっていう噂もね、
ちらほらとあるので、まあでもウーブ、あそうかウーブは GT 出てきてるもんね。うん、だからなかなか楽しめそうなガシャになるんじゃないかなと思います。これ多分21日ですよね、あと2日後、楽しみですね。はい、ということで、皆さんスーパーベビー参戦どう思いでしょうか。見た感じそこまでぶっ壊れてなさそうな性能ではありますよね。多分ぶっ壊れはスーパーサイジン4に取られてるんで、このタイミングで出たらちょっともったいないなっていう感じのキャラクターではあるんですけど、まあそれでもまあベビー好きな人多いと思うんでね。僕はちなみにそんなに好きじゃないですベビーは、まあ、なぜなら僕が好きなベジータを吸収しちゃうんでねだからあんまり好きじゃないんですけど、まあ好きな人もいると思うんでね。はい、お疲れ様でしたバイバイ。